皆さんこんにちは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、ここの続きをやっていこうかなと思ったんですけど、よく聞いているとですね、こっち側、ここがゾンビ部屋なんだよね。ゾンビが落ちてくるところなんですよ。なのでめっちゃゾンビが落ちてきてちょっと音が嫌なので、むしろもうこっちの農民たちをこっちの部屋に移動させて、ここを農民たちの部屋を私の部屋にしようかなっていう、ちょっと壮大な計画を立てております。なのでここの部屋をとりあえず一回全撤去して、ここの農民たちを移動させる作業を今日はやっていきたいと思います。ということで、すごい地味な作業になってしまうとは思うんですけど、やっていきます。で、まずはここをとりあえず撤去で、この自動仕分け機をもうね、全然うまくいかなくて、めちゃくちゃ頑張って模索して、で、いろいろやってやっと分かりました。この仕組みっていうか、もうどうしたらいいかがもう分かりました。なのでまた次回かな、農民を移す作業が終わって部屋が完成したらまた作っていきたいと思います。ということで、ちょっと一回お預け。この自動仕分け機は前みたいになんか見たらわかるでしょうと思って、見ながらやればわかるでしょうと思って簡単な気持ちで始めたのがいけなかった。やっぱりレッドストーンを使う装置なので、そんなに簡単な仕組みでできるやつではなかった。なのでまたじっくりやりたいと思います。ということで早速やっていきます。ではまず一人目を入れる場所を作りましょう。ということで、ここのマスが 1,2,15、 縦が15あるので1人7マスかな。横も同じかな多分。じゃあ 1,2 ここに置きましょうか。そしてじゃあここの人から作っていくので、じゃあまずはここを掘っていきましょう。で、確か埋め込むタイプにしてたよね。あ、そうだ、ベッドもコンポスターも埋め込んでるんだ。じゃあ埋め込むタイプにするので、コンポスターをここに置くとして、ベッドをここに置きましょうか。じゃあこんな感じだね。そしてここかな、ここに水かな。で、住民が脱走しないようにここにフェンスゲートを一応つけておきましょう。そしてここに住民を立たせたいので、こういう感じかな。ちょっと交流の場を広げるためにもう一個ずつ広げてあげようか。こんな感じ。そしたら交流の場が広がるでしょう。あんまりね、交流しにくいのも良くないので、夜になったらまずここの人参の人を向こうに連れて行きましょう。よし、夜になったのでここの人を強制連行しましょう。起こす。で、このベッドをこっちに持っていくと、はい、こっち来てください。あ、そこで寝ないで、そのベッドは私のです。寝たね。で、ついでにコンポスターをここに置いときます。で、あとここに水を入れて、で、耕してあげると。とりあえずこの人は出れないようにしておきます。 OK だね。じゃあ私は一度寝ましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。お、キラーンってしたね。とりあえずここで何か作業をしてくれることを願いましょう。次の人はこの人、この人を引っ越しで、この人のベッドがここにある。これがこの人のベッドなんだよ。なのでこの人のベッド向こうにやりましょう。で、その間にここを掘っていくと。お、行ったね。じゃあ、あとはあっちで寝てくれるのを待ちましょう。あー、結界。そしてこっちは元通りにしていきたいので白樺を引いていきます。そしてここのガラスが焼き上がったので、ガラスをここにくっつけていきましょう。あれ、あの人なんで、どっから入った。分かった、このベッド乗り越え事件だ。これ乗り越えれちゃうんだね。なるほどね。じゃあベッド乗り越えられないように一回しておかないといけないね。てか、もうむしろそこに入ってくれたらいいんですけど。よし、それでは今のうちに一回ここにホッパー仮置きして、お、寝た。じゃあこの人は閉じ込めると。 OK で、ホッパーをここに置いていきます。
こっからホッパー置くの難しいな。こうしたらいいかな。そしてここにもホッパーをこうつなげていきます。あとここに葉っぱ置いといてあげよう。葉っぱね。よし、ついでにもうここも全部やっちゃいましょう。ガラスにしていこう。そしたら次の人を移動させたい。この人、この人をこっちに持っていきたい。おいでーおいでー。ここですな。ここにしましょう。ここね。で、移動して寝てくれるはず。で、ついでにコンポスターも回収して、コンポスターもここに置いときましょう。 OK。 そしたらこっちももうやっちゃいたいかな。ここの人もちょっと一回起こして連れて行きましょう。こっちだよ、おいで。で、ここで寝てもらうと。ここです。で、コンポスターを置いて。ちょっともったいなかったのでシルクタッチを持ってきました。初めからこうすればよかった。それでここはこうだね。で、最後の人をここに寝かせると。よし、持ってこよう。はい、行きますよ。こちらですよ。ここで寝てもらって、ここのコンポスターで働いてもらうと。はい、完成。ということでここを閉じます。じゃあ、あとはここを土にしていけば OK だね。起きてしまった。ごめんなさい、起こしてしまいましたね。朝になったんだ。よし、ちょっと急いで作ろう。住民たちが仕事ができなくなってしまう。よし、最後のお部屋。よし、 OK。 うん、とりあえずこれにしときましょう。そしてここのちょっとつなぎ方を変えようかな。このホッパーをこっち向きにつなげるようにして、で、外につながるように。ここ入るの気をつけないといけない。ここに箱が来るようにしましょうか。チェストはとりあえずここに仮置きにして、ここに入るようにします。ここにホッパーをくっつけます。 OK。 そしたらあとはここにこうつなげていくだけだね。このホッパーはこっち向いてないか。行ったかな。多分行ったと思う。何か投げてみましょう。鉄を取ってきたから鉄を投げてみます。あげるよあげるよ。さあ、そしたら入ってるかどうか。入ってる。完璧です。じゃあ、あとは住民たちが投げ合いをしてくれたらここに入るはず。 OK だね。あと、そうだな、蜂蜜問題かな。蜂蜜どうしようかな。じゃあ、焚き火を作ろう。焚き火はどうやって作るんだったかな。ダークオークの木、焚き火を1個、もう1個だね、2個。 OK。 で、つけに行こう。どうしようかな、どこがいいかな。入り口にしとこうかな。そしてここを掘って、ここに焚き火を置きましょう。で、上に茶色のカーペットを引くと。完璧です。あと1個ここかな。で、ここ掘って、焚き火を置いて、茶色のカーペット置いて、完璧。そしたら蜂蜜を集めてもらわないといけないので、ここにお花を埋めましょう。ポピー、こっちもそうしよう。そしたら蜂くんたちがここまでお花の蜜を集めに来てくれると思います。じゃあ、ここの部屋だけ元通りにしちゃいましょうかね。白樺だけ引いちゃいましょうかね。よし、じゃあ白樺を引いていきます。せっかくだから湧き潰しも兼ねて下に松明を入れていこうかなとも思ったんだけど、で、カーペットを上に引こうかなとも思ったんだけど、多分自動装置を作るとなったら1個下に掘ったりしないといけないから、そうなるとまたちょっとめんどくさいなと思って、もうそれはやめました。とりあえず1回埋めます。とりあえず湧き潰しをして、あ、鈴、そっか、鈴忘れてた。鈴をちょっとつけてきてあげようか。せっかくだから、ここかな。じゃあ、ここに鈴を
カシャン。お、いいね。みんな光ったね。よし。はい、ということでお引越し完了しました。じゃあ次回は隣の私の自室になる部屋に倉庫、自動仕分け機を作っていきたいと思います。今回はこの外にチェストがあることによってこの農民たちのエリアに入らなくても物が奪えるという仕組みにしてみました。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.